Chocobro Ride. So it's a little bit long time no see, and today's season finale start and bye bye. And today, you know, right? Look at this! Happy birthday! Whose birthday? Three girls is here. Bebe, Yunamo, Bebe, Sayumi, Bebe, Chie. So you know, right? Today we have three triple birthday, Yunamo and Sayumi and Chie. Congratulations, happy birthday show! すごいですよね。 3人一気にお祝いするなんて チョコプロでも初めてですし、 ガトムーズでもなかなかそう言って、 なんだろう、3人一気にお祝いしちゃう大会なんてなかったと思います。すごく見てください、この彩りの良い、なんとも終わったら音が綺麗になりそうな風船たちがこちらにずらっと並んでおります。でもね、今日のカードご存知ですか？ 試合目ではですね、またまた帰ってまいりました。ブラックコマネチ、ブラックコマネチかどうかはわからないけど、何かしらのコマネチ軍団、桐原時子&アントニオ本田VS、こちらはチョコプロでは何気によく組んでる<笑>イレギュラーパックでございます。 高梨正宏、サヤカ、コマネチ軍団、そして、高梨さん、桐原さん、なんとなんとタイ帰国後でございます。おかえりおかえりおかえり、コップンカー、サワディーカー、おかえりーカー。<笑>メイはタイに、くしくも行けずだったんですけど、まあね、 高梨さんはこれでもかというくらい、絶対に1年の1年間で人が飲むであろうビールをたらふくお腹に入れて帰ってきました。そして桐原さんは、これでもかというくらいタイのマッサージを堪能して、心も体もリフレッシュしてきたことかと思います。なので今日のコマネチはね、何のコマネチかもう私には到底さっぱりわかりません。 本当に today I have no idea what is Komanich, something Komanich, how horrible Komanich, I don't know, but yeah, it's gonna be great match because we have a birthday show. Because this is birthday show. And 第2試合メインイベントは6人タッグマッチです。 真の鋼、そしてバースデーガールの小石川千恵、エッグガールとウォームケタピラーズが組んで、3人を結成いたしました。そして対戦相手は大賀健、そしてバースデーガールのユナモン、これはね、大賀健っていうタッグ、先日ガトンムーブのショーでアジアドリームタッグ選手権に 挑戦した大賀健、水森優奈、大賀健が組んで、そこに、サイリーバースデータッグですね、サイリーというのも、バースデータッグが結成されたという、もう一試合に3人のバースデーガールがいるのも、そこでみんなおめえら誕生日だから戦え、集まれ、バースデー争いをしろ、何がバースデー一番のバースデーガールなのかという、ことを決める試合ですかね。<笑>私はそう思っております。なので本日は全 2試合、皆様、ご視聴いただければと思います。それでは皆様、準備はよろしいですか？あ、ちなみに鶴が復帰しました。<笑>タイに行けず10日間家で、ベッドの上で過ごしている生活でございましたが、今は見ての通りマットの上なので、元気いっぱいにバースデーガールに負けないように頑張りたいと思います。
思います。それでは Are you ready?と一部ということで、確かに帽子をかぶって戦う選手ももちろんカツラをかぶって戦う選手もいるでしょう。モラあれはあれはモラさんあれはさあ十丁寧なレフリーチェックが入りました。さあ赤コーナーの二人組は顔をしかめるしかない。波に乗ってけ乗ってく。よし OKOK レディーゴーグ。さあ始まりました。本日の第一試合タッグマッチ20分一本勝負。せっかく海外よりも強いキリハルさんとやると思って帽子を取りに行く帽子を取りに行く帽子を取りに行く。さあさや
お前はタイ帰りなのに、私たちが行きたかったタイ帰りなのに帰ってきた。お前はサマーコマネチと化してしまったのか。態度も影も何もない状態で桐原と紀子が帰ってきました。さあリストを取っていきます。さあ取り返していきます。さあサマーギブアップか。いやギブアップはしない。さあ華麗にリストを取っております。さあ型も決めていく。おっとこれはうまく周りをローリングして帰っていきました。さあ取り返す取り返す取り返す。いつもより心なしか目つきが鋭く見える桐原と紀子、額には悪魔のような文字が書いてあります。さあヘッドロックで絞る絞る絞る。おっとこれうまく桐原と紀子が膝を使って返していきます。さあテイクダウンからシダース。さあタイ帰りコマネチは健在です。さすがタイにコマネチを布教してきた女であります。来い来い。風貌があまりにもあまりにも不思議な風貌をしております。アントニオ・ホンダ。さあアントニオ・ホンダの帽子、いや、カツラ、カツラが取れそうで取れない。さあ、姿さあ、リストを絞って、あ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 ら、あー、カメリダース着脱、着脱可能なカツラでございます。なんと利便性はあるんでしょうか。そんな、お前のそんなもの聞くわけが、あアルミホイル。アルミホイル。ダー！あー、ギブアルミホイルからの。さあ、スナッピアで投げていきます。さあ、カウントはゼロ。カウントはゼロ。カウント0で、おお、回転します。やる、やる、やる、いい感じ。あれ、すごい。グレート、グレート。いい、リスペクト。リスペクト、あのオーナー。リスペクト、ありがとう、ありがとう。ああ、まずさん、蝶々がいる。え、蝶々、バタフライ。な、夏だ、夏だ、夏だ。蝶々がいる、蝶々がいるみたいだ。どこに蝶々がいるんだ。あー、蝶々はお前だー。高梨さんがすっぽりすっぽり、お前が世の蝶になれ。なぜか、なぜかお前が蝶になれ。少し美しい言葉のように聞こえますが、いるわけねえだろ。なんと小汚い嘘なのでしょうか。美しい蝶々が汚く思えてしまうほどの小汚さ。さあ、ダメだぞ。ヨーヨーだ、ジャパニーズヨーヨー。あー、イッジャパニーズフェスティバルウェポン。さあ、ヨーヨーのゴムがあまりにも強いのか、自分の顎にどん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 当たってしまったアントン。反省します。すいませんでした。涙。うわー、アントニオ・ホンダの大号泣。アントンの目から大粒の涙がこぼれております。ナチュラル暴力、ナチュラル、ナチュラル。あ、もうここはビーチじゃないですよ。ここはビーチじゃないんだから。もうこの茶色のチョコレート色のマットが砂浜かと思ってしまう。早速、ダメだ、やめてくれ。ちっちゃい子は見ないでくれ。ちっちゃい子は見ないでくれ。みんなこんな遊び方は海でしちゃいけないんだよ。めちゃくちゃだよ。スイカ割り、スイカ、スイカ割り、スイカ割りが、見えているのに完全に見えている。サマーコマネチは一番たちが悪いかもしれない。さあ、お花をつまんでいきます。さあ、ガチョン、ガチョン。おい、スティーフ、ムーブしていきます。おい、
つなぎ倒していきます。おっと、しかしさやか捕まってしまった。さあ強いエルボーが決まっていきます。ボディースラム。さあ決まった。次に狙うのは逆エビガタメー。さあ体勢が崩れるか。あーっと、これはロープが近い、コーナーが近かったです。エスケープ、いけいけいけ。さあもうサマーコマネチ、このコマネチなんてボコボコにしてやるんだと言わんばかりの暴力さ。さあさやかの片目を覗いこうと思いましたが捕まってしまった。膝膝にーにー。さあ担いでどっちに、どこに、どこに行くのかな。こっちですか。違う。あーサーカステイルボーイズオーモスデッド。マガラッツルークソーペフォローグデン。あーさあ回って、スクールボーイカンタツ。さあこれを起こして狙うのはサカサカ、サカサ抑え込みを狙う。おっと、しかしこれも切り払う。耐える、耐える、耐える、耐える。体格では少し切り払うの方が大きいのか。さあ狙うか、しかし、うん、強烈なエルボー、強烈なミドルキック。さあもう一人の悪魔が出てきました。暑い夏がやってきたぞ。暑い夏が来たぞ。燃えている、夏が燃えている。うわー、さやかの目つきが変わりました。さやか頑張れ。さあ近づくことができるのか。うさあ腰を入れた、しっかりとしたエルボーになっていきます。さやか、しかしアントニオ・ホンドラチョップも鋭い、面積が大きい。さあ腰をしっかり入れていく。これは一顔を揺るがす、このプロレス界を揺るがす技が出てしまうかもしれない。コマネチ雑把いいよ。なんて恐ろしいだ。ムーブされてしまった。よくムーブしてくれた。サマーコマネチエクスプロージョンだと。なんだそれは。Thank you.
なんてこった。はい、それではただいまの勝者サマーコマネチおときがサポーターさんたちをご紹介していきます。ではこちらからザックローラーエスとかアイザーハンサムソウピピティブレードボンジェスブライトボーイヤーリーサンダーフォースセブンさんウッサンダージョージードーグータイムのアピオス農園さんマッカリーズエミリークリスキャノンワンフェスナイゼロンマッケブームハワー芝山さん TWE サッチャブローニーダニエルカレーをチーズレシーンWithout a Nub GTMV 茨城応援団さん4コマンさん J-FAN BBB マコトさん VJ さん肉焼きじゅんちゃんさんアーリオンナさんココ&グレゴリーそしてそして選手は最後は帯ヒーロー水森優奈駿河メイバリアアキはい、そしてこちら本日のチョコブーケさんです。やばい、おトリプルバースデーなのでね、ちょっとブーケさん多めです。じゃあこちらいただきます。石さん、横行って、安田さん、松島さん、黒星さん、そして、ノアさん、チェがニューブラッドで見られるなんてとても楽しみです。やっとトゥーマッチエナジーの経験を世界中に見せることができますね。じゃあ下行って、マット、左行って、動くアルプスの少女、かっこ笑いさん、今日もコマネチの歴史が紡がれます。紡いじゃった。さつきりょうささん、祝トリプル生誕祭、のりおさん、そして道具、はい、下へ行って、ザッカンジュリー、ハッピーバースデー、ちえ、ゆうな、さゆり、大岡県茨城応援団さん、えびすこ酒場愛好会茨城支部さん、わーん、デスナイト、ハッピーバースデーユナモンチエアンドサユリ Here's to many more Hope the next year is good to you はい、下行ってハッピーベビレイテッドバースデーチエユナモンアンドサユリ You all look much older and a little bit with from BPT そしてお隣、コーンイーロケさん、ユナモン、チェちゃん、サギさん、みんな、ハッピーバースデーはい、ブルースビー、ベースバースデーウィッシュそして、こちら2枚、ありがとうございます。北村ソメさん、ハッピーバースデー、ユナモン、チェ&サユリーそして、下行って、クリスさん、ハッピーバースデー to our goddess of energy, チェ our totally tropical idol, ユナモン、and...アワーデッドリー忍者アサシンサユリお隣行ってフィリップお誕生日おめでとうあとここが2枚ですねフィリップランダールはいフィリップランダールお誕生日おめでとうチェユナモン&サユリエブリワンアチチョコプロアグレート戦士ありがとうございます。はい、
お隣行って、ジェームス、ハッピーバースデー、サウリ、ユダモン、アンドチェ。It's party time! お隣、マコさん、ユダモン、セイさん、チェさん、ハッピーバースデー。はい、それではこちら、小島さん、そして、宇宙さん。はい、最後、ラフィンさん、トリプルセイドン、おめでとうございます。あー、そして最後にですね、こちら、小島さん、紹介します。あ、よいしょ、はい、怪獣ファン、Thank you が、おーがちゃん。そして、有限会社との企画メディア事業部、ゆかなさん、いつもありがとうございます。そしてジェームス、はい、ありがとうございます。今日はサマーコマネチとして、はい、シーズンフィナーレ飾りました。その前はクレディコマネチだったので、なんかだんだんブラックもホワイトも原型がなくなりつつありますけど、次のコマネチもぜひ楽しみにしててください。今カメラを持っているのはサイカちゃんですが、サイカちゃん誰かタッグ組みたい人いますか？でも今日なんか知らないけど最後突然顔に水がかかったんだけど、絵じゃないよ。なんかはって見たら銃口がこっちを向いていて、そしたら顔がびしゃびしゃになって、違うよ。いやそういう問題じゃないんだよ。試合中に本当では水がなんでだよ。垂れてないよ、遠すぎるよ。もうタイって何勉強してきたの。こらーこらー、試合だったりね、いろいろ食べたり飲んだり遊んだりしてきましたので、はい、今日の一概もそんな感じで楽しく過ごしております。それでは本日のメイン、トリプル生誕祭が始まりますよ。準備いいかな。それではメインスタート。おっしゃー、
よし稲葉下げてきた。稲葉入って。稲葉じゃねえよ。シーズンフィナーレで稲葉県この3人けんだよお前。こっちにはな、誕生日を迎えた。そうだお前、3人のうち2人いんだわ。そうだ、はあ、今日みんなをたぎらせとけよ。たぎらせとけよ。よしたぎらせたよ。誕生日だ。誕生日だ。誰が誕生日なの？ユナモンとさゆりです。ユナモン何日？8月2日です。おお2日、2日、3日。はい、2日、3日です。いやさうん。
完了です、ね、さんおめでとうバースデーガールバースデーに本日がタイムでございます、OK、あっちチェックあっちチェック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 してアイドル信じろ信じろ嘘ついてるよ信じろ信じろ何も持ってる何も持ってるバースデー信じろバースデー何も持ってるチェック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 ハッピーバースデーよはいセンターでよしお願いします。ちょっと気をつけろ。気をつけろ。気をつけろ。はい。偽物だから。偽物だ。はい。偽物だ。バケンの本物のバスデーがある。お前だけだ。頑張れ。オッケー、オッケー。バスデー時間。ノーバスデー。ノーバスデーだからね。オッケー。オッケー。はい。じゃあさ。バスデー。バスデー。スピードさん、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 始まりました。本日のメインイベント、トリプル生誕記念試合となっております。まずはこの2人、さゆりと小石川千恵、誕生日を迎えた2人の戦いであります。リストを取っていくのが小石川千恵ならばと、指を立てて忍者のポーズから取り返していったのがさゆりであります。さあ締め上げていく。おお、ならばもう一度ポーズを見せて取り返していく。うん、このあたり力の入る攻防であります。さあ今日はチョコプロでは珍しい6人タッグということで、さあ両チームの応援にも力が入っております。24-24と開始からチアの年齢で鼓舞させておいてからの、おお、スクールボーイ今日ついた動き、カウントは2。そしてさあ壁にぶつけ合いになるか。いや、ぶつけていったのはさゆり。そしておお、片足を飛び蹴りを打ちました。これには慌ててカットが入ってきた。ならばとそれをきっかけにして、おお、両チームすごいイルミナイトの状態ならばと、おお、あー、すごいすごい、これは連続攻撃だ。おお、壁への、おお、さらには3連発加えただけでは飽き足らず、今度は、あ、なんだこれは、なんだこれは、おお、逆に壁打っていった。さらに大掛けは蹴り飛ばされ、おお、ハッピーバースデーのボディアタック、おお、ダブルクローズライン、そしてジャンピングアッカーマン、おお、さらには、おお、味方の大掛けも振っていった。大掛け何をしているんだ。さあ本日水森とのこの大掛けとして色を合わせてきた。おっ、ならば、おお、これは素晴らしい。おめでとうございます。すいません、大岡さん、枠に収まりきりませんでした。さあもうこれを見ただけでおめでたい、幸せな気持ちになってしまいます。おお、そしてそのままボーアンダーの弓矢が止めに持っていきます。しかしこれはポジションがちょっと悪かったか、すぐに壁を掴んだらエスケープ、早いタッチワークを見せていくか。おお、ストンピング、ストンピング。さあ本日復帰ということですが、全く駿河目の動きに陰りはありません。おお、相手を調剤しておいての、あー、衝撃の逃げ場のない壁を整理させてのストンピング、あー、しつこく打っていきます、セリカね。さあ、さゆり、これはちょっと厳しいか。
ホールはカウント2。しかしさゆり相手をにらみつけていきます。このあたり投手素晴らしいものがあります。あー、これはきつい。ボディに鋭いニースタンプを落としていきます。さらに、あー、これはひどい。涼しい表情をしながらえげつない攻めを見せていきます。この真の鋼、サイレントアサシンの一面を見せていきます。大さに相手の顎を掴んで精神的なダメージを与えていって、あー、弾いていきました。さらに王相手を起こしていき、おー、うまいうまい。この辺りはエッグタルト、おー、早いタッチワークを見せていきます。さあフライングメアから、おー、スガミを呼び込んだ。そして、おー、これはめでたい。あー、さらに真の鋼が邪魔に入れないようにサイレントタッグパートナー大垣の2人を排除しました。さらには、おー、ウォームキャタピラー、おー、チョッペー、素晴らしい。さあホールに一旦カウント返せるか。2、おー、ここはかした。あー、もう一発かわす、避けたが、あー、その先は、おー、ものすごい、ものすごい。あー、これは強烈すぎる。誕生日プレゼントといったところでありましょうか。さあ自軍の方に持ち込んで優位に試合を進めていきます。あー、えげつない、えげつない。逆エビが止め、逆エビが止め、えげつないぞ。これはこれは、あー、大岡健は押さえつけられている。あー、水森も、水森優奈もフロントでクロック。あー、これはカットが入れない。うー、カットが入れない、カットが入れない。さあ自力で逃げることができるか。なんとか、なんとかエスケープ。しかし外さない、外さない、外さない。さあ真の鋼が抗議していきます。上からエルボーを落としていった。十分にためを作ってのエルボー、これはダメージ大きい。さあもうちょっとさゆりやれる時間が長くなっております。やり返すことはもうできないのか。あー、しかしここでサイリが、おー、暴れる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 。さあどう、どうする、どうする、どうする。あー、返せるか。いやいやいや、どうする、どうする。おー、ヘッドロックに取った。そして壁を使っての腰投げを見せていき、おー、低空のドラップキック。なんとか、なんとか気持ちでぶつかっていきました。そしてアピールをして大岡健、こんなに大岡健が頼もしく見えるのことはなかなかありません。おー、バックエルボー。さらには吹くか吹くか、一概に神風が吹くぞ。おー、いやいや、これはかわされていく。あー、ものすごい。おー、しかし一歩も引きません大岡健。このあたりウェイトを絞ったとはいえ、大岡健パワーあります。パワーを落としていない。おー、しかしその大岡健の蹴りごたえありすぎる体に真の上がりが鋭いキック、キック、キックとエルボーを交換し合う。ソバット、そしてハイキック。しかし水面切りで足をすくった、ムーンサルト、サーバトルに持っていきました。美しい軌道を描いてのムーンサルト。さあ完全に主導権を握ったのは真の上がり。ああ、しかしここで大掛けが食らいついていく、食らいついていく。なんだ、自らも丸枠に登り、何を狙うんだ、これはなだれ式か。いやー、しかしエルボーで、ああ、諦めない、諦めない。大掛けやられることが分かっていても諦めません。
これが大岡県の真骨頂。あー、落とされた落とされた。何度落とされても大岡県諦めません。しつこい男大岡県。うん、ならばと、もういい加減にしろと振り切るかのようなエルボー。マーライク大岡、そして改めて最終的な登らず神風。さあ、しつこい男でありますが規定は効きます。さらにはこの足踏み、狙うは一つ、真の鋼スピア。おお、ものすごい跳躍力、トランスキック、後頭部。おお、この身体能力ものすごいものがあります。ああ、アップルゴブリンと言いましょうか。相手の髪を掴んで無理やり引き起こし、そして突撃大岡県。さらにはレイアップシュート、大岡県タジタジであります。おー、体重がしっかりとなったダンクシュート、大岡県なすすめなし。あー、その大岡県に決めるか決めるか、フルネルソン。大岡県泣かないで、もはや泣き顔であります大岡県。しかし、あー、大岡県、あー、また髪の毛をつかまれた。これはこれはどうするどうする。逆に大岡県が髪をつかんでいった。なんて大人げない男なんだ。あー、うまいうまいうまい。さらにねじっていく。そしてこれはまさかマナークを使ってのヘアホイップ。いや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 、大岡県がもがくもがくもがく。大岡さんの髪の毛が、あー、大岡県大丈夫か。カウンターのボディスラム、エメラルドフロージョン気味に落としていきました。大岡県、おお、ここで煽ってく煽ってく。そしてタッチをもらった水回りが、さあ出た、パパイヤ番号ココナッツ。ウォー、トロピカルヤッホー、背面プレス式です。倒立式で持っていきました。さあ、誕生日を迎えた水回りが、今日は私が主役なんだと言わんばかりに暴れていきます。おお、危ない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 。カメラに激突するところになりました。ラリアットはかわした。うまいうまい。スリガメ、ならば機動力で、フットスタンプ。鮮やかなコンビネーション。素晴らしい技の流れであります。そして、水森に、改めてフルネルソンを決めるか。しかしそれを切って投げていった。おー、カウンターのカニバサミからホール。さあ、なんとか肩を上げました。カウントは2。そしてポジションを、おー、整えてからのアップルミューティレーション。さあ、ここで、おー、エグタルトの2人が完全に分断分断。しかし水森、なんとか足が届きました。エスケープ。そして、お、窓枠を開けて、さあ狙うはヘッドスタンプ。しかしかわした、よく見ていました。おお、カウンターで担ぎ上げてのトリプルリアホー。しかしもう早い早い。さらにそれを3セット、回転見事目で返す。いやー、スライディング式のスライディング式のラリアットもカウント2。うん、下からエルボーで一発。その一撃、水森表情は変わりました。ならば重たい一撃。しかしそれが目も目を向いていきます。おお、胸を突き合わせる、胸を突き合わせる。エルボー、エルボー、エルボーを打ち合っていく。
おお、手数で圧倒するかするが目。さあ、しかし、ああ、重たい一発。さらに、おお、右拳を上げた。ということは、出るぞ出るぞ、ラリアット。おお、なんだ、おお、ドロップキック。うまいうまい。反射的にキャッチしてしまった水森に、フライングショルダー。風船ごとドロップキックで吹き飛ばしましたが、水森もものすごいジャンピングショルダー。さあ、駿河目戻れるか、水森はどうする、お互いタッチするか。さあ、これタッチ。おお、旋回式のアームホイップ。そして、おお、スライディング式のアッカーマン。さらには連発で持っていった、切れ味鋭い一撃でカウント。ああ、なんとか大掛けのカットが間に合った。さあ、ここは完全分断し、おお、ものすごいものすごいフェイシングチョップをかわした。あー、しかしフェイシングチョップで水森を切り刻んでいく。ココナッツクラッシュ。おお、ここで忍者さゆりが素晴らしいアシスト、トロピカリアを決まった。カウント2。そしてシカゴクラブを決めるか。あー、持っていった持っていった持っていった。さあ、これはギブアップか。わー、エッグタルトのパートナー。あー、うまいうまい、背面で押さえていった。おー、ものすごい連携を見せる連携を見せる。あー、これはカウント2、カウントは2になります。さあ、呼び込んでいった。チョップの連発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 、ダブルチョップ。さらに上り、おー、水面蹴るとアッカーマン完璧に決まって、あー、しかしここも大掛けんがなんとかカットに間に合いました。そしてヘッドバット、さらにヘッドバット。おお、珍しい、これは二人で先ほどできなかった窓枠からのフライングショルダー、ダブルで持っていった、完璧に決めた。大掛けの二人がシンクロする。そしてこのステップは出るぞ、ダブル、おお、ダブルスピアをさせない、させない。おお、パンチ一閃。誕生日？これはまさか。ああ、なんてことだ。ああ、その瞬間に、決めたスピニングレッグロック。そして、おお、もがき水森に上から一撃、そしてマフラーホールド、完璧に決まった、完璧に決まった。さあ、この手をクラッチを組むことができるか、クラッチを組むことができるか。水森がもがくもがくもがく、逃げれるか逃げれるか、なんとか逃げた。しかし、足へのダメージはとんでもないものがあります。ダブルチョップ、そしてドロップキック。ドロップキックで、おー、おー、かそのままサムソンサムソンサムソン。あー、大掛けがまだ入ってくる。何度今日のピンチを救ったか。あー、
大掛かりのスピアはここで火を吹いた。おお、これ、ああ、サヨリが、おお、ああ、すごい、スーパーガールと。さあ、これでクロスピックで、まさかの合体ボール。サヨリの素晴らしいアシスト、そこからのすぐの、スーパーガールにより、まさかの大逆転。これは、開始キャッチ、悔しい。勝ったのは水森大花さゆりであります。しかし全選手持ち味を出した素晴らしいトリプル生誕記念試合でした。皆様おめでとうございます。
ので、もっと上に行くことを諦めていないので。おお。さあさあ、じゃんけんぽい。おお。大丈夫か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 。お願いします。誰が最初はグッジャンケンポイ。最初はグッジャンケンポイ。おーもうこれは頑張りました。もう一回まだ話はおらジャンケンポイ話してるわ。誕生日か1月は俺はめちゃう1月2人とも冬になってないからな。最初はグッジャンケンポイ。おー誕生日だ1月優勝したら今日が俺の誕生日だ。おやべおやべ優勝おい決勝だよ。よし負けたよ俺は。じゃあ俺が優勝したらあの何だろうな、今日誕生日を祝われる人たちがもらうケーキを大半を食べる。あーあーええ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 え決勝で待ってるから。いやだからもう負けたよ。負けたよ。全部終わったよこれ。負けた。そうだよ。ということで勝ちましたー。ちょっと。毎日が誕生日ということで今日も幸せの日にしたいと思います。ちょっと。Every day is my birthday ということでいただきまーす。
はい、じゃあおめでとうございます。みんな真ん中に一回集まって、みんな撮影します。5、4、3、2、1。はい、ありがとうございました。そしてお誕生日おめでとうございます。本日もご視聴ご観戦誠にありがとうございました。チョコプロ、シーズンフィナーレ、そして、トリプル生誕大会となりました。はい、そしてこのシーズンは終わるんですけども、明日ですね、キリアルさん。はい、はい、私先週タイ遠征の方に1週間 CDQ の皆さんと、あとタンゴさんとですね、一緒に行かせていただきました。その時に実はタイでチョコプロもやっちゃいました。わー、おー、それをですね、明日ぜひ皆さんに見ていただきたいと思います。そしてチョコプロインタイの後ですね、メイさんと一緒にあのちょっとタイトークもしちゃうので、チョコプロ終わった後もずっと見ててください。はい、ぜひ合わせてご視聴ください。そしてタイの大会というと、そのガトームーブからセットアップというものに今タイの団体あるんですけども、そちらの方の大会の方もさらにその翌日月曜日ですね、配信予定となっておりますので、こちらの方をまた詳細出させていただきますので、少々お待ちください。はい、ということで本日の大会終了なんですが、ここで9月15日新宿ベース10周年大会、こちらのメインイベントを発表させていただきます。さあ、ガトームーブ10年いろいろありましたが、10周年のメインはこのカードしかないと思っております。メインイベントシングルマッチ、水森優奈対駿河芽衣、こちらの方決定です。今までいろんなことがあった10周年がある中で、この2人がメインに立てることがとてもとても自分が一番望んでいたことです。ユナモンが相手だから、自分もガトームーブの一人として新宿フェイスのメインに立ちたいと思います。メイちゃん、私はこのチョコプロが始まってアイアンウーマンでワンマッチで夜に2人で戦ったあの30分は自分の中では忘れてません。あの時以上の試合にする自信がもうこの2年で私の中でついてます。戦いましょう、戦いましょう。それではじゃあ本日メインを勝ったユナモンお願いします。はい、こうやってユナモンがデビューした時は8月生まれ、こんなにたくさんいなかったんです。みんながどんどん増えて、こうやって夏がたくさん楽しい思い出に今日なって、みんなと知恵の力強さと、そしてさゆりの頼もしさを今日改めて戦って分かったので、またこの1年どんどんみんなと一緒に強くなって、一試合一試合まだこの暑い夏をチョコプロで見せていくぞー。今だけど来シーズンからみんなこのチョコプロまだまだ見ていきましょう。いくよー、チームイン、イエーイ、フィミー、イエーイ、おめでとう。
ということで、偽物とかね、嘘とか言ったけど、嘘です嘘です、おめでとうございました。本当にユナモンが言った通り、こう一緒にね、仲間が増えるたびに誕生日を一緒にお祝いするメンバーも増えたり、こうやってね、3人一気になんかスペシャルなお誕生会ができたりして、すごく、なんだろう、楽しいことがやっぱりどんどん増えていきますね。ガトームーブも10年の歴史が、ね、詰まっております。先日ね、タイに遠征行った高梨さんとか桐原さんとか CDK としてクリスも行ったり、ここタイから始まったガトームーブが10年続いて、また仲間が増えたり、お誕生日の人が増えたり、こうやって見てくださる皆様も増えたり、もう今や世界中の国からこうやってチャットに集まってくれるファンの人たちがいたり、どん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 こうビルドアップ、ステップアップしてるなと思います。なあ、ガトームーブ10 years anniversary shows メイベント、メイスルガバーサス水森ゆうな、Finally we came here、 ユナモン and メイ's May event、 Please cheer and enjoy it、 やっとようやくここまで来たと言いましょうかね。ユナモンもガトームーブに入って4年、もうすぐ、あと半年、5年ですかね。で、駿河メイもガトームーブに入って4周年を迎えました。4年間の中で自分とユナモンがガトームーブのメイイベント、そしてシングルマッチで、リングの大会で戦うってことは一回もなかったです。ようやくここまで来た、自分たちがメインイベントに2人で立てる日が来たのがすごく嬉しいです。なので、先ほども言いましたが、自分はユナモンが相手だからこそこのメインイベント、来たるべきが来たと思っております。ガトームーブ新宿フェイス大会、10周年記念フェニックスライジス9月15日ガトムーブ新宿フェイス大会、皆様ぜひお越しください。チケットはまた、オンラインのオンラインチケットになります。後日また販売のプラットフォームができると思いますので、ガトムーブ公式ツイッターをフォローしていただいたら情報がすぐに届くと思います。皆様ぜひぜひ来てください。お待ちしております。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。チョコプロシーズンフィナーレは終わりましたが、明日はガトムーブタイランドの嘘、ガトーチョコプロインタイランドが放送されますので、そちらもご覧くださいまし。チョコブーケ、タイランドブーケも販売しておりますので、サポートしていただけると嬉しいです。じゃあ皆様、また明日、バイバイ、トゥモロー、9月15日です。バイバイ。